LGBTV ネットワーク。どっちにしようかな。え、マイコは何悩んでんの？パスタにするか、うん、ピザにするか。ああ、で、アイコの方は何悩んでんの？この前マイコに相談して中古マンションを買うことにしたんだけど、ただ、自分でリフォームするか、それともリフォーム済みにするか、どっちにしようかってね。なるほどなるほど、よろしいですか、アイコさん。はい、私の後ろのテーブルに2人の男性がおりますね。いる。アイコの向かって左側の人が自分でリフォームタイプ、そんでもって向かって右側の人がリフォーム済みタイプ。どういうこと？左側の人はおひげを剃って少し痩せておしゃれをすればそこそこいい男、ということはしっかりと教育をすることで彼は自分好みのタイプになる可能性を秘めている。そうかな。そうなの。私がそうだと言ったらそうなの。分かったわよ。これはリフォームでも同じ。自分のこだわりが強ければ自分でリフォームすることをおすすめします。はい、ただ、リフォーム内容の決定、リフォーム会社の選定、リフォーム資金をどうするか、管理会社や管理組合の工事許可申請などなど、多岐にわたる決定や手続きも自分でする必要がございます。さらに見積もりの時点ではわからないこと、例えば工事を開始した後に配管の老朽化が著しいことが判明したとします、すると工事費用が増加する恐れがございます。要するにいくらかかるのか正確な数字がわからないということになります。なるほど ね、正確な数字はわかりづらいけど、マイコの説明はすごくわかりやすい。あれ、うまいこと言ったつもりだったんだけど。うまかったよ。いや、別にいいの。本当に面白かった。いいの、わかってるから。そう、じゃあ続けるわね。左の彼のお皿の量を見て、おそらく彼は自分がいくら食べたのか把握できていないはず。それに、野菜があまり好きじゃないみたいね。だから彼と付き合う女性はかなり苦労するんじゃないかしら。なるほどね。その一方で、向かって右側の男性、顔も髪型も服装もものすごい個性的ではない。なんだけど、それが彼のプロポーションにマッチングしているということは、彼自身が自分の特徴をしっかりと理解できている。それに注文した料理も適量、さらにバランス良し、好き嫌いもないと見た。本当だ。ポイントを抑えてるし、なんか計算し尽くされてる。絶対にいい夫になるのが想像できる。そう、まさにリフォーム済み。リフォーム済みは個性的なリフォームを施したものが少ないけど、経験豊富な専門業者がリフォームをプランニングしているから、素人では気づきにくい細かい気配りのあるリフォームが魅力的。だけど、もちろんリフォームした料金は上乗せされるわよ。まあ、彼みたいな男性と付き合う女性は、彼のレベルに合わせるために多少の努力投資は必要かもしれない、ただ女性の方は自分のことだけに集中していればいい。彼はいわゆる女性をリードしてくれるタイプ。うちの旦那もそういうタイプだったらよかったんだけどね。ご苦労様です。ご苦労してます。ゆえにリフォーム済みをおすすめいたします。なるほど。はい。ねえ、マイコのその男を見る目どこで習得したの？こちらでございます。はい。おかげさまで最近寝不足でございます。そうなんだ、はい、で実践の方は？いや、だからその実践はしてるの。まだ心の準備が。もう合コンしよう。合コンね。私のために合コン設定してくれるんですか？しますよしますよ。親友のためにかき集めますよ。ありがとう。私に任せなさい。今日はピザにする。Do you know the muffin man?